トラベルチャンネルは、美味しい土鍋ご飯の3店舗をご紹介します。まず最初にご紹介するのはザ・新潟ビット銀座。3はスズランビルの8階に向かいます。テーブルとカウンターで46席、こちらのカウンター席を利用します。料理の様子が楽しめそうです。移転したばかりの綺麗でおしゃれな空間。メニューを見ていきます。こちらは豪華な内容のランチセットメニュー。 TKG ランチセットをチョイスします。こちらは本日のおすすめメニュー。こちらもセットで提供されます。雪室熟成和牛のラザニアをチョイスします。ビットこだわりのカトラリー。セットドリンクから提供されます。自家製のレモネードとジンジャーエール。バジルとマスカルポーネのムース。サラダというよりも野菜のパフェ。こちらは雪室じゃがいものポタージュ。コンソメジュレと口当たりのいいポタージュ。食感も楽しめる海ぶどう。土鍋で提供されるフォアグラとトリュフのご飯が準備されています。緑色の大きな土鍋が蒸されています。先にご飯のお供が提供されます。ラザニアの仕上げに入っているようです。フォアグラとトリュフのご飯も仕上げていきます。京都8代目義兵衛が選び抜いた京のお米屋新之助。こちらは香り豊かなトリュフ。フォアグラの上にトリュフを削っていきます。最後にもう一度蒸らして香りを移します。いよいよフォアグラとトリュフのご飯が完成です。香り高いツヤツヤなご飯。ビット自慢の一品。早速いただいてみます。お米も美味しく贅沢な味わい。
かわりできる卵をシェフがすぐに提供してくれました。これこそが絶品の卵かけご飯。ボリュームあるラザニア、熟成和牛のうまみが広がります。ご飯のお供はホタテと小エビ、自家製ピクルスとからすみ、北海道産塩水ウニ、どれも美味しい。からすみをのせて美味しくいただきました。最後にデザートが提供されます。富士見園の抹茶アイスと抹茶プリン、ごまのチュイール、甘みも感じる抹茶でした。エクストラオーダーでアイスコーヒーをいただきました。食べきれなかったご飯は家で美味しくいただきました。トリュフとフォアグラの絶品土鍋ご飯のザ・新潟ビット銀座をご紹介しました。次にご紹介するのはアコメヤ東京渋谷。店舗に併設されたイートインスペース、アコメヤブランドの味を楽しむことができます。食堂があるのは神楽坂と渋谷のみ。カウンター10席、こちらを利用します。メニューを見ていきます。土鍋ご飯御膳、アジフライでチョイスします。もう一品は卵かけご飯をチョイス。お茶漬けセットを梅でオーダー。絶えず席が埋まっています。まもなく料理が提供されます。土鍋ご飯御膳から提供されました。そしてこちらは卵かけご飯、そしてお茶漬けセット。主菜は選べます。持ち帰りもできるお米屋青天の霹靂。最強のビジュアル御膳、たっぷり添えられた薬味も美味しそう。お茶漬けセットは梅と冷茶をチョイス。雅山ノコの卵にのどぐろとトビウオの煮干しを合わせたタレを落とします。自然の飼料で育まれたこだわりの卵、自家製タレの優しい味わいと甘みが卵かけご飯を引き立てます。
ごまや海苔などの薬味がアクセント。土鍋で炊いた青天の霹靂、粘りとキレが絶妙なバランスで上品な甘み。豚汁を見ていきます。ごぼうが美味しそうです。豚肉は三宝ブランド。大根など具沢山の豚汁。豚肉本来の旨味と風味。笹かきじゃないごぼうは旨味成分をたっぷり味わえます。アジフライは鶏の中濃ソースで。昔ながらの静岡県産キダル熟成ソース。ソースの酸味がアジフライ本来の味わいを引き出します。ご飯のお供もそれぞれの美味しさ。締めのお茶漬けをいただきます。最後まで美味しくいただけました。南部鉄瓶や土鍋も販売されていました。美味しいお米の土鍋ご飯が提供されるあこめや食堂をご紹介しました。次にご紹介するのは出汁林のサプライズのご飯。前回は魚料理を食べたので、今回はお肉料理を食べに来ました。すでに大人気のようで、開店と同時に満席となっています。今回はサプライズなことがありました。動画の後半にご紹介します。まずは QR コードでオーダーします。おすすめのお刺身定食と豚の角煮定食。こちらは1000円で提供される定食。豚の角煮と鶏の竜田揚げ定食をチョイスします。4つのこだわりを再確認しておきます。おかわり自由の京都8代目義兵衛の米、食べ放題の鹿児島産本枯れ鰹節、卵も食べ放題、だしにこだわった味噌汁。開店から1週間ですでに大人気です。副菜と味噌汁が提供されます。お待たせしました。こちら8代目芸のお米となっておりまして、ご飯と卵と鰹節と卵になっております。ご飯のおかわりをお申し付けください。メイン来るまでこちらでお楽しみください。メインが来るまではお米に卵と鰹節で楽しみます。何度見てもツヤツヤで美味しそうです。食べ放題の卵の上に鹿児島の池田屋さんの本枯れ節の花かつおを乗せていきます。だし醤油を少し落とします。
この美味しいお米と本枯れ鰹節がおかわり自由なのは本当に驚きです。まもなくメイン料理が提供されます。まず提供されたのは豚の角煮。トロトロに煮込まれているようです。だし林のおすすめメニュー、こちらは鶏の竜田揚げ。高いコスパ、採算が合っているのか心配になります。豚の角煮からいただきます。柔らかく煮込まれていて、おすすめメニューなのも納得の一品。おいしいお米、きれいな本枯れの花かつお、贅沢なひととき、竜田揚げも柔らかくておいしい。そしてこの日はサプライズで土鍋で炊いたご飯が振る舞われました。土鍋で炊かれた八代目儀兵衛のお米、それがこちらです。過去一美味しいご飯です。このご飯が食べられて超ラッキーです。旨味と甘みが別格に美味しい土鍋ご飯に鰹節を乗せて、最後におこげをリクエスト。香ばしい八代目儀兵衛のおこげ、もっちり食感に噛むほどに広がる香ばしさ、最高に美味しかったです。食べ終わった頃には長蛇の列、約30人の方が並んでいました。サプライズの土鍋ご飯が最高に美味しかったです。今回のチャヒトラは美味しい土鍋ご飯をご紹介しました。いつもいいねとコメントありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。